こんにちは、ベンです。今日の一口タイプスキルトでサテサイズについて話したいと思います。じゃあ、早速始めます。じゃあ、多分、こういうパターンを見たことはある人が結構いると思います。この風に何かのオブジェクトに、ストリングのプロパティにストリングの値が入ってくるようなレカードを使うときは結構あると思います。 ただこれだとこの型がもうただレコードストリングストリングになってしまいますので入っていないプロパティもそのまま文字列な型がついてきます。でもエラーにもならないのでもう実際そのオブジェクトの中に入っているプロパティとか値がわからない状態になりますタイプスクリプトから見るとこれもたまにちょっとバグの原因に なりますねこの冬にサマアトルビュートは問題なく文字列の型になってきてまあ変数名は見えないんですねこうするともう何も入っていないんですよねでサマアトルビュートだけですねでちょっとこ,これをサティスファイズを使うとこういう問題解決できますね サティスサイズだとちょっとタイプの定義の箇所はちょっと変わりますね。ここにこのタイプですよというのじゃなくて絶対このタイプでしてくださいという感じになります。ちょっとわかりにくいかもしれませんが。この感じでサティスサイズをつけると、ここにちゃんとそのオブジェクトの中の値がもうわかる。 ような感じですねサムアトリビューとカラーネームが文字列という感じですね。これは絶対この形で定義してくださいという感じでただこのタイプを判断するときはもう実際その使っている値を使うような形です。これだと自動にここ出てきますね。サムアトリビューと。で、ここを見るとちゃんと 文字列になっていますただ、この風にエラーにならなくて、文字列で判定された nothinglead がエラーになってきます。こういうプロパティはないですよというエラーが出てきます。で、この時はここに AG24 とか入れると、ナンバーストリングじゃダメですよというエラーが出てきて、 それももちろんサティスフイズの時もエラが出てきますね。もう絶対この形にしてくださいっていう感じになっているのでこれだともう本当にこの形にしないといけないんですけどその中の変数も分かるような定義のパターンですねで実際多分これあんまり見ないんですけどよく使われているのが、まあ、何かライブラリを作る時とか 特にコンフィグファイルとかですね。で、まあちょっと実際の例を見せると、と Next はちょっとこの風に作られていないと思いますが、この感じで定義すると、ちょっといろんなバグを防げることができます。例えばこの型を作りました。NextConfig。で、DevTools、プラグイン、ランタイムコンフィグ。 で、ランカタイムコンフィグが、まあ、環境変数みたいな感じで、パブリックと、まあ、これをちょっと適当に入れていますが、こういう環境変数は、まあ、オブジェクトで文字列、文字列が Undefined で定義する形になりますね。で、前の本当にもう直接型を定義する場合、全く 内容一緒ですね。ちょっとサティスファイズの例と。で、これだと、この型が、まあ、NextConfig になりますが、このラ u n t i m e c o n f i g Public API URL、ここに設定していますが、これ Undefined の可能性がありますよというエラーが出てきます。でなぜかというと、RuntimeConfig がないかもしれない。 という設定もしているし、パブリックもないかもしれないという設定にしています。それだと、これ実際、オブジェクトにありますけど、ハンドリングしないといけないんですよね。ここに、この風に定義すると、問題ないですね。で、これも、文字列なのに、文字列か、アン e ファイン d になっています。で、また、 先ほどのサティスイズの方で見せたように、ここに入っていない値でも、普通に使えますね。ストリング undefined。この場合は、ここに undefined も設定しているので、問題ないですけど、これ undefined とかもなかったら、もうこれが文字列ですよっていうように出てきて、使おうとしたら、エラーになりますね。で、そのままサティスイズを使うと、 ここもちゃんと見てくれるので、パブリ i c APIURL、これをか、比べると、そのハンドレンガがいりませんね。実際ここに入っているので、そのまま文字列ですね。という感じでタイプスクリプトも分かってくれます。で、mysecret は、まあ、プロセス、円部、mysecret 使っているので、プロセス円部の場合は、 文字列かアン e ファインドになりますね。だからここもちゃんと文字列かアン e ファインドの型がついてきます。ただ先ほどのバグになるかもしれないところとか、まあ、こっちはアップで、こっちはパブリックで、まあ、どっちでも変わらないんですけど、ここに not included はここにないんですよっていう感じですね。この風にちょっとコンフィグにそういう環境変数設定して、 アプリのどこの、どこかで使いたいときは、この形にすると、もうバグ防げると思います。例えば nextconfig.runtimeconfig.fabric とか見たら、もうちゃんとここにも出てくるので、他にも使う方がいらっしゃいましたら、もうめっちゃこれ、わかりやすくて助かります。なんか自分が直接触っていないところに、この風にちゃんと出てくると、 もう少しわかりやすい感じになるし、これだとちゃんと、あ、これは絶対文字列でありますね。これは絶対文字列か undefined ですね。で、わかるので、もう他の使う人にとってめっちゃ助かります。ただ、この書き方だとちょっと注意点がありますね。この風に絶対このタイプですよっていうのは設定していないので、実際この方は この中身によって判定するのでこの辺に next config runtime public base u r l を変えようとしたときこれを undefined に変えようとしたらこの型を見ると問題ないですけど実際これその型にはなっていなくてその型のように定義してくださいっていう形だけですのでこれがダメですねこれが undefined us 文字列に設定してはいけないんですよっていう感じになってくるのでもしこのコンフィグをアプリ内で変えることがあればこの形がちょっとあんまり良くないっていうかもう使えないところもありますねでもちろんこれを文字列にするとエラーが出なくて問題ないですけどこういうコンフィグはアプリ内で 変えることがないきはこのサティスファイズを使うと結構バグは減るしバグが減っても使いやすい形になるので使ったらいいと思いますでさらによく定義できるのがこのサティスファイズの形で a s c o n s t も出します a s c o n s t はちょっと今回詳しくは説明しないんですけど これは変わらないんですよ。という感じのパターンですね。だから、この、これが全部リードオンリーになってきますね。リードオンリーというのは、もうこれ変更できないという感じですね。で、こうすると、さらに、このタイプのインファレンスが良くなります。もう、先ほどの、これは文字列しか判定できなかったですけど、 これが変わらないのでタイプス r i p t は絶対これのが分かってきます。でこれを見ると型は文字列じゃなくて実際の値になってきますね。あ、すごく分かりやすいです。でこういう mysecret とかも process.env 使っているので、まあ、これはランタイムで変わるので実際は分からないんですけど文字列か undefined になります。 たすごい分かりやすいですね。この n e x t c o n f i g v e t e r a の例えばプラグインズでもちゃんとその値が分かりますね。アクシオスのプラグインだけです。とかですね。で、ランタイムコンフィグロット、例えばアップロット、API キーもちゃんとうわ分かりやすいです。で、これも 文字列に設定しているので、もちろんここに来ると、そのナンバーを足して、123とかすると、ちゃんと止めてくれます。エラー出てきます。で、オブジェクトとかもダメですね。もう文字列じゃないとダメっていう感じです。で、この風に、もう自分だけじゃなくて他の人も触るところがあれば、このサティサイズが結構助かりますね。 この定義の上の方で定義するだけだともう本当に実際存在していないこととかもうこれのあ値がわからないとか本当にあるのにハンドリングしないといけないとか増えてくるので変わらない最初設定して変わらないものがあればこの asconstantSatisfies を使ってみてください ちょっと軽く説明しましたけど今日はちょっと以上となります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。